これから山形弁天っていうラーメン屋さんに行ってきます。めちゃくちゃ快晴。さあ、イブだよ。今日は久々に山形県に来ました。友人の店弁天っていうラーメン屋さん、実はね、オープンして以来初めて来ます。はい、そんなわけで、はい、どうもどうも。めちゃくちゃ会うのは久々です。そうですね。自己紹介お願いします。ちょっと山形でいろいろ美味しいもの食べたりしてます。猫田カジと申します。猫田カジさん、よろしくお願いします。もうだって山形のラーメン女王じゃないですか。ラーメン T シャツ何枚持ってるんですか。だってもう3、4枚。でもね、ここからどんどん集めていく。そうですね、会うのはめちゃくちゃ久々ですけど。本当そうですね。お互い YouTube はずっと見てるんで。そうそうそう、昨日も会った気はしてるけど。なんなら今朝も会ったような気がする。猫田さんのラーメンチャンネルが最高なんですよね。いやめっちゃ美味しそうに食うし。またいや、本当羨ましいなと思って。ありがとうございます。いやリブさんには負けます。いや箸の持ち方も綺麗だし。あ、箸の持ち方もうるさいです。ですよね。もう箸の持ち方俺めちゃくちゃいじられてるんで来たんですね、この弁天さん。で、私は初めてなんですよ、実は今日。はい。なんですけど、まあ、猫田さんは先輩というか、もう開店前に来てますもんね。ああ、そうですね。レセプションの時も呼んでもらったので、はい、まあ、そこからあの新しいお味が出るたびにお邪魔させていただいてます、はい。何がおすすめですか。一番こう、やっぱ多分スタンダードなのは、はい、あの牛骨だしで取った醤油だと思うんですけど、うん、はいはい、あと塩とか味噌もあって、うん、はいはい、で私一番最近、うん、あの寒い時期だったんですけど、はい、食べてめっちゃハマったのが、はい、味噌ラーだったんですよ。味噌ね、はいはい。味噌だと、うん、あのトッピングで辛味噌で味変もできるし、はい、納豆で味変もできるし、はいはい、あと何チャーシューとか味玉とか、うん、もう何乗せても何でも合うから、うん、味噌めちゃくちゃハマった。じゃあ俺も初めて食うんだったら味噌食っていろいろ味変していろんな楽しみをまずしてみるっていうのがいいのかもしれませんね、うんうんうん、ありだと思います。味噌マジでめっちゃ美味しいので。あ、じゃあもう山形のラーメン女王のおすすめする弁天さんの辛味噌ラーメン、はい、じゃあちょっといただいてみたいと思います。今日も美味しいもの食べるぞ。あれ、ちょっと待って、あそこにもしやなんかあれ、なんかすごい、なんかあれですね、久々のなんかすごい可愛らしい動きがすごいかっこいいのに可愛らしい。石巻で有名なYouTuber ひろとさんじゃないですか。ブリブリ、あ、リブちゃん、どうもブリブリブリです。お久しぶりのブリです。じゃあどうぞ。あ、ありがとうございます。じゃあそんなわけで当店はコロナ対策のため人数制限中になってます。あ、そうね、ご時世ですね。どうぞ。あ、すいません、はい、お客さんより入るすいません、失礼します。はい、失礼します。お疲れ様です。どうも、すごい綺麗。お疲れ様です。お疲れ様です。すげえシャレオツ、超かっこいい。美味しい。ボリューム、ボリュームマシュ。ありがとうございます。うん。
阿瀬さんは結構なペースで来ますか。ぼちぼち。なんかたびたび弁天にいるインスタとか見てきます。そうですね。ほら、弁天さんが、去年オープンして、徐々に最初ほら醤油しか出してないです。はいはいはい。醤油、で塩、水を、来るたびに新しいのを出すから、はい、新しいの出たら取らなきゃいけない。ああ、まあね、そうなんで、そう。だからもう平日限定の鶏醤油、はいはいはい、なんでそれを食べに来て、あ、そっかそっか、結局やっぱりまあまあな頻度で来てるんだよね。ラメドル、新しい言葉が生まれる。あれ BGM がクラシックなのがいいよね。あ、なんか壮大な雰囲気が。なんかもうあんまりほら、うん、ババアだからさ、流行りの曲に合わないなと思って、ちょっと落ち着いて、やろうかなと思って。あれ結構新しいんじゃないかと思って、ラーメンとクラシックってなんか。酢入れて、ラー油、ニンニクって感じですね。そうだね。たっぷりどうぞ。あ、おニンニクね。ラー油たっぷりめ。お大好きです。スーダータンだもんね。俺だいぶ、結構ね、よくスーダータンって呼ばれるんですよ。そうですね。そうですね。そうですね。いかにこうみんなを戸惑わせるか。一緒前だろ。超。この一気が素晴らしい。ね、じゃあこの味変してもうちょっと辛味噌足すか。そして。ありがとうございます。本当本当。本当本当。わあ。こちらの棒状にした餃子で、名前が棒餃子です。え、もしかしたら棒状だから棒餃子にしたんですか。よくご存知。なかなか気づく人いないんです。ああ。これも気づけてよかった。やっぱりそうです。YouTube やってきてよかったです。人間性が出てます、ね、人間性ですね。まっすぐな人間性、棒状な、そうそう、棒のようなこういうとこだな、はい、明日からリボーって言います。石巻の棒リボーにしますから。あーすごい、この感じいいな。すごい輝いてる。辛味噌も良ければたっぷりこう入れる、めっちゃ美味しい。フルに使っちゃう。これ入れると少しまたちょっと味濃くなる。
あるから、うん、ご飯入れるにはちょうどいいかも、うん、ちゃんとしてますね、うん、考えてらっしゃる、考えてらっしゃる。チューはしないですけど、ね、常に大体2人ぐらいのとこ抱えてるから。マジで加納姉妹もいやだってあのあれですよ、動画見てもたまにすげえささやきの時あるんですよ、お母さん、あのでもそれについてなみたいなやつはやっぱ出そうなんです。あと流し目、流し、あ、そうそうそう、あ、そう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 、どんどんメニューも増えてますね。そうですね、もう今ではもう7ヶ月くらいになりますけども、今はメニューは1200ぐらい、すごいです。で今削って削って今5種類ぐらいです。あ、厳選して厳選1200分の5、1200からの5つを厳選して、この厳選は味わいたいですね。そうですね、ありがとうございます。じゃあぜひ山形弁天、そうですね、おすすめです。はい、よろしくお願いします。どすこい。いやー、そして食べてきたわけですけども、はい、どうでしたか、味噌。美味しかった。よかったー。ラーメンもすごい美味しかったんですけど、最近麺変わって、あのますますもちもちになったんですね。もちもち、ちょっと丸麺みたいな感じ、そうそうそう、ちょっと太めの丸麺みたいな。そう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 、あれ味噌に合いますよね。そうなんですよ、ね、しかもこう辛味噌で、うん、俺は徐々にこう辛くしていきながら食べてみたんですけど、最後店長さんがご飯もくれて、あ、そうそうそう、ね、おすすめの食べ方、ラー油かけて、お酢も入れて、ニンニクも入れて、そしてライスみたいな、あれは最高でしたね。すごいいいメニューをおすすめいただきました。今日猫田さんは何食べたんですか。あ、私も今日辛味噌で、はい、で、うん、私はあのそのちょっと前に食べてハマったあの納豆トッピング、はいはいはい、でその納豆がまたね、うん、こうちょっと普通の納豆じゃなくて、はい、まあ、引き割りなんですけどね、はい、こうちょっと柔らかい浮かしてある納豆っていうのをね今日お話聞けたので、まあ、今日も行けてよかったなって思いました。いやすごいですね、やっぱ店長さんがめちゃくちゃ味にこだわる人じゃないですか。そう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 、今日あのねいろんなお話していただいたんですけど、ひょうきんな人でもあるんですけど、基本こう仕事に対しての情熱っていうのがすごくて、なんでメニューもこれからまたいろんなものが出てきそうですね。そうですね、多分夏は夏で冷たい麺とか値段も出すかと思いますよ。いや絶対食いたいわ、冷やし中華的なつけ麺とか、あの山形ならではの冷たいラーメン、はい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 、そういうのとかも出すんじゃないですかね。やばい、やるやる。その時期絶対また来たいと思います。ぜひぜひ、ちょっとお待ちしてますので、はい、ぜひその時はまた皆さんと一緒に、はい、呼んでください。行きたいと思います。もうリブさん来る前にまたあのリサーチいろいろしておくんで。あ、嬉しい。これでもう俺山形でラーメンにはもう困んない。困んないよ、嬉しい。何でもラーメンでも美味しいものでも、うん、スイーツでも来てください。そうですよね、猫田さんはラーメンだけじゃなくていろんなものを食べてるから、山形でこれ食いたいって言ったらきっと出してくれるんで、何でも。いや、これからもちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、ね、あの概要欄に猫田さんの、はい、YouTube チャンネルの方は貼っておきますんで、ぜひ登録お願いします。お願いします。まったりやってます。イエーイ。
では、それでは今日ありがとうございました。いいえ、こちらこそありがとうございました。それじゃあね。バイバーイ。